はい、どうもっすね。今回はね、まあ今日の15時から来た遊戯王コラボのガチャを引くべきかどうかって話と、あとね、まあサムネタイトルにもある通り、まあその2キャラ一体本当に引いていいのかっていうのを喋っていこうかなと思います。っていうかもう答え言ってんね。はい、引いていいです。もう引いてください。ってぐらい今回のコラボガチャは強いです。私もちゃんと6回目まで引きました。というわけで、まあキャラの解説をしていきましょうと。その前にガチャの解説か。あ、無課金、美課金とも石があるなら引いた方がいいと思います。これが結論です。まあせめて30連目かな。どっちか当たるんで。まあガチャとしては割と良さげかなと思ってるね。うん。僕は引きが悪かったけど。まあ1回目はいつもの30個。で40個で SR2 枚。これね、結構安定してますよね。で3回目で初めて確定が入ると。で4回目ここで僕は大爆死しましたけど、まあここは嬉しい。で5回目でもう1回 SR 以上1枚確定入って、まあ6回目で2位のキャラが絶対に手に入る。だから60連引きはどっちも手に入るって感じのガチャになっております。で、まあループガチャなんで、まあ1ループしかしないでしょ、大体。うん。って感じなんですけど、まあキャラの解説で言うと、はい、どちらもめちゃくちゃ強いですね。まずマリック。まあ、テンプレ発表、テンプレっていうかなんか、カタログスペックが昨日発表されましたけど、その時点でもまあ必須クラスなんじゃないかって言われていた中で、まあ必須クラスでしたね。まあ具体的に何が強いかっていうと、まあ走塁を持っていることですね。まあ走塁練習を持っていることで、ヒアルカが天明高校で強く立ち回れる中で、走塁を持ってるっていうのはもうかなりね、もう強め。で、金徳も悪くないと。精神的支柱と大盤狂わせ。まあ、古軍奮闘オンリーなのはどうかなと思うんですけど、まあ大体この2つの組み合わせになるのかなと思っております。で、ミート走力上限を持っていて、まあ、で、あともうボーナステーブルがうんこだったら評価変わるよね、みたいに言ってたんですけど、まあ見事なボーナステーブルですと。これは何のテーブルかな？あんまちょっと自分、このテーブルが誰なのかはちょっと全然わかんないですけど、でも本当に強いと思います。やる気効果アップが、高い値で持ってくれていて、スペシャルタッグボーナスですね。このタッグボーナスが高いおかげで、まあ、天命タッグを高い値で出すことができますと。で、まあ、申し分のないキャラなのかなと思います。で、次、トムの勝ちデースの人ですね。初めて知りました。はい、って感じなんですけど、まあ、ミート4、型2ね。で、まあ、金徳見てもらえると、まあ、強いよねって感じ。まあ、両方、保守じゃなくても保守でも強いよね。でも、問題は、まあ、スペック次第で、まあ、テンプレに入るか入らないかっていう、当落戦場だったんですけど、まあ、強いですね。まあ、テンプレートに入りますと。まあ、具体的に、まあ、ボーナステーブルを見ていくと、こちらのテーブル、まあ、筋力ボーナスをめっちゃもらえるテーブルになっているんですけど、これはマニーのテーブルですね。式神マニーのテーブルで、今までね、マニーって、まあ、筋力要因で積んでたわけですよ。これじゃね、式神マニーはありました。マニーはまあこういうテーブルでございまして、まあこいつがいることによって、まあ筋力ボーナスてか、まあ筋力を稼げてたわけなんですけど、でもね、マニーってね、筋力練習が入っちゃってるので、筋力をいっぱいもらえるにしても、でもやっぱりね、ほのかずちってめちゃくちゃやっぱ弱いんですよね。なんでほのかずちが入ってしまうと、なので天命タッグで例えばほのかずちが巻き込まれてしまったら、いちいちね、お餅使ってほのかずちどけなきゃいけなくなってたんですよね。でも今回このトムじゃねえ、誰だ、ペガサスか。ペガサスがめちゃくちゃ高い値で筋力ボーナスを持ってくれていますと。なんで、その場合、まあ、最悪マニーを省けるっていうか、マニーを使わなくていい編成っていうのも生まれてくるわけですよね。まあ、例えば、自分が使ってる編成の一例で言えば、まあ、筋力を抜くデッキですね。そもそも筋力を入れないってデッキの中で、まあ、今までやっぱり筋力が不足してたんですよ。なぜなら、まあ、筋力練習がないからね。なんですけど、今回こいつペガサスが高い値で筋力ボーナスを持ってくれているので、筋力に困らないと。しかも両方打撃方両方筋力ボーナスが持ってくれているので、まあタックもそうですし、落とし物経験値も高い値で筋力の経験値が回収できて、まあめちゃくちゃその ほのかずちに干渉せずに、まあ使えるっていう点がめちゃくちゃこいつの強いところなので、普通にテンプレ入りがあると思います。ってわけなんですけど、まあ、ここでサムネの一つ目、まあ、トムの勝ちデース君が活躍できますかと。はい、できましたと。問題はね、この後活躍できるかどうか、マリフ君なんですよね。というのも、まあ、コラボキャラって、まあ、当時っていうか、まあ、今の環境、まあ、天明高校ですね。その環境に、まあ、ドンピシャなキャラで出してくると。で、その後、ドンピシャすぎて次の環境活躍できないんじゃねって例がいくつかあるんですよね。って中で、私の結論を言いますと、確実に、マリックに関しては次の環境でも使われる可能性が高いと思います。っていうのも、この得意練習ですね、打撃走塁打撃、はい、最強です。野手でいう走塁打撃、
まあ、打撃走塁、まあ、投手でいう球速変化、このね2つの組み合わせを持つキャラっていうのは一生使われるんですよね。っていうのも昔からそれは変わらなくて、まあ、初代最強、初代っていうかまあ昔の最強キャラエプレミ、打撃走塁最強です。もう3代目か2代目かの最強キャラアマネ、打撃走塁最強です。単体スペックバケモンのイチロー、打撃走塁最強ですって感じでも一生使われるんですよね。他にもまあ強いキャラって大体打撃走塁がついていて、まあ、例えばね追憶レイリーとかそういうのも一生ついてるんですけど、って感じで打撃走塁持ってるキャラっていうのは非常に腐りにくいんですよね。って中で、まあ、マリクもちゃんと持ってくれていますと。その時点で、まあ、使われるのもそうですし、まあ、今回初めて、まあ、コラボで、遊戯王コラボするんだ。じゃあ、パープルやろうって人が、まあ、コラボガチャ引くじゃないですか。リセマラとかして。で、マリク引きましたと。で、天命高校楽しく遊べましたと。その中で、その後ね、その後天命環境終わりましたと。そこでマリクが全く使えないと。あんじゃん、もうやる意味ないじゃんってやめちゃうんですよね。なので、そういう人たちのために、やっぱコラボキャラって、ある程度一定のね、その適性っていうのは担保されておりまして、まあ、例えばね、最近の例で言えば、こいつっすね。僕最強だからの、まあ、五条なんですけど、まあ、五条は、まあ、桃鉄高校でめっちゃ強かったと。で、その後のフリート強化でもちゃんと使われていた。まあ、単体性能がめちゃくちゃ強かったっていうのはあるんですけど、普通に使われておりましたね。ってぐらい、やっぱり、最低限の性能というか適性が保証されている場合っていうのが多いんですよね。その中で、打撃走塁っていう本当に強い性能を持ってくれているので、マリクは少なくとも次の環境でも十分に使えると思います。このトムの勝ちディエスもそうですね。トムの勝ちディエスも打撃型と、まあ、一応全種類の経験値を稼げるようなテーブルになっていて、噛み合いもいいんで、ちょっとテーブル的にはちょっと筋力特化で尖ったりしてるんですけど、でも普通に使われますし、まあ、球界の頭脳持ちっていうのは腐らないですからね。煉獄さん？煉獄さん？そんなやついたっけ？煉獄さんなんか、煉獄さんはね、まあ、強いんでね、煉獄さんは。うん、いくら煉獄さんがちょっと、使われないからとはいえ、ちょっと、煉獄さんが弱いっていうのは、ちょっと、まだちょっと、うん、強いですよ、こいつも。この人も強いんですけど、まあ、使われないっていう、ちょっと例もあるんですけど、それは置いといて、まあ、鬼滅はアホみたいにキャラで来ましたからね。まあ、使われない人出てもいいでしょう。ってぐらいなんですけど、まあ、強いわけですよ。なので、引いた方がいいってわけですね。で、まあ、次。まあ、引くとして、まあ、ワンループ引きますと。じゃあ、まあ、どっちを40とか45にすべきかっていう話ですよね。まあ、博士像を使ってって話なんですけど、まず、トムの勝ちですさんは、まあ、PSR 抜いたらそれでいいっす。自分、PSR ガチャ券で出ちゃったんで、まあ、いいんですけど、まあね、中には引けない人もいるでしょう。当たり前ですが。って感じなんですけど、めっちゃうぜえな。トムの勝ちですさんはね、ちなみにね、こいつ、まあ、SR だとレベル40で初期評価75を持っていて、で、しかもね、あの初期評価アップをね、35で持ってくれているので、こいつ35でいいんすよね、なんと。だって45になったテーブルって筋力ボーナス20だけどさ、20と16って、まあ、どっちも高いからあんまし関係ないというか、そこまで影響ないんで、トムの勝ちですさんは最悪35でもいいと思います。まあ、もし初期評価でちょっと困ったなーってやれば、まあ40にしてもいいんですけど、まあ優先的にはこいつかなと思ってますね。うん。ちなみにこいつのレベル50は確かスペシャルタックボーナス 120% って値で、まあ強いっちゃ強いんですけど、45にしてればいいかなってテーブルなんで、せめてまあマリックの、まあそうだな、やる気150まで上げようぜぐらいかなと思っております。だから優先度としてはマリックの方が高いのかなと思っているんで、博士像を使うとすればこっち優先なのかなと。本当にこいつ強いテーブルだなって感じなんで、まあ、まあガチャスタンプとか終わっちゃったんですけど、まあ博士像とか、まあ、マリックの方に使うべきなのかなと思います。んで、まああと一つ、まあこの2キャラが、まあ、テンプレに入ったらサンタモコバ死ぬんじゃないか説も出てましたけど、まあね、この2体の性能があまりにも高すぎるおかげでサンタモコバ入れてもいいんじゃないか説っていうのも出てきました。そこら辺はね、試行錯誤次第ですね。やっぱり選択肢に入るのは、南極ワーちゃんとこいつと、あとあれですね、雨宮かえのなんですけど、正直まだわかんないです。やっぱね、ちょっと速攻性を重視した動画なので、ちょっとまだね、あまり試行回数を詰めてないんですよね。ですが、この2キャラが入ったことによって、とりあえずこの2キャラ入れときゃ誰でも結構使える環境になったのかなと、いろんなキャラが使いやすい環境になったのかなとは思うんで、本当にこの2キャラを引いたら逆に自由度が増すみたいな感じでめちゃくちゃ強いんで、
この2キャラに関してはおそらくデッキ固定なのかなとも、そんぐらいの位置合いで強いですね。まあかぐやが一番強いんですけど、その次本当にこいつが SSS、 かぐやが SSS だとしたらこの2キャラ SS ランクぐらいに入るのかなと思っていますね。本当にね、マニーを入れたり入れなかったり、高原曲がりを入れたり入れなかったりするデッキっていうのもできてきたんで、本当にね、いろんなパターンに、加えていろいろ組み替えましょうみたいな感じになってきますね。で今回まあ何回も言ってますが、ガチャ自体ね結構緩めなので、あとね日もあるんですよね。まあ今1月16日とで2月6日まであるんで、まあ3週間ぐらいあるわけですよ。まあ3週間ぐらいある中で、まあスタジアムもそんぐらいあるわけじゃないですか。なんでもうちょっとねスタジアムのボーダー高くなっちゃうんですけど、まあスタジアムもちゃんとやってんで、まあ石をもらってんで、まあイベントとかもこの後来ますから、イベントで累計の石もありますし、ミッションも来ましたね。ミッションで石ももらえるし、これですね、まあ僕はねもう速攻終わらしたんですけど、このバクラチャレンジとかマリックチャレンジとかちゃんとやったら石をね意外と引き切れることも多いんですよね。あと僕はもう買っちゃいましたけど安石とかもあるんで、結構ねみんな緩くっていうか、そのハードルが低いっていうか、結構引いちゃっていいのかなと思います。本当にねよっぽどね石がない20連しか引けないぜみたいな人であればちょっとうーんってなるんですけど、120個溜まる計算の人であれば普通に引きに行っていいと思います。ってぐらい本当にこの2キャラめちゃくちゃ強いですから、うん、本当にバクラとか、バクラじゃねえよ、このトムの勝ちですさんに関しては、本当にフレンド借りるのを、フレンドで借りるのがもったいないぐらい35でいい性能なので、その中で、まあ自前でできるだけ用意したいと、低いレベルでもね、まあマリックを借りたりだとか、南極ばあちゃんを借りたりとか、そういう使い道ができるので、本当にこのお得キャラは引いておいた方がいいのかなと思います。で、ちなみに、ここの下に来てるガチャっすね、これに関してはまあ引かなくていいのかなとは思っていますね。まあ一応ね、まだまだ強いキャラたちなんですが、まあね、上に比べりゃって感じですし、こちらもね、闇なめなんでね、1、2、3、4、5分の1で狙いのキャラを引き合ってるっていうのはちょっと、でこの中で即戦力がいるかって言われるとうーんって感じなんで、あまり引く必要はないのかなと思っております。なのでちゃんと今はねミッションこなしつつ、まあ石貯めようぜみたいな期間なので、まあ皆様頑張ってくださいと。でこれね忘れずにね、うん、めちゃくちゃ今カウントされてるけど上で、はい、ちゃんと受け取ってくださいとこれね結構ねすぐ売り切れちゃうんでね、僕1週間後に前回のコラボ行ったんですけど、受け取れなかったんで、まあ、今回はねショート動画に出している通りちゃんと受け取りに行きましたので、うん、まあ在庫もこっから確認できるようになっているらしいんで、そこら辺は結構便利ですよね。まあ頑張ってくださいというわけで、はい、そういう感じの動画でしたというわけで、次の動画でしょう。バイバイ。